はい、それでは始めます。皆さんこんにちは。レックス専任講師の唐沢と申します。ただいまよりですね、登録販売者合格講座ということで、講座の方をスタートしていきます。早速ですね、時間も限られますので、勉強を始めていきたいところですが、まずは本当の冒頭の冒頭ということで、学習ガイダンスという形でですね、勉強法のご説明、それからこういうふうにやったら受かると。で、受かった後もですね、実は頑張らなきゃいけないことがあってですね、そういったことをお話をしてまいりたいというふうに思います。なるべく学習ガイダンスを手短に終えてですね、早速本題の方にすぐ移っていきたい、絶対合格したいと、皆さんでですね、この講座を受けていただいた人ですね、全員が合格していただきたいというつもりでですね、やっていきます。はい、それではですね、まず登録販売者とはと、ちょっと私が隠れた方がいいですね。はい、これをですね、ご覧になっている方は、登録販売者がいかに魅力があるのかということは、もう十分お分かりの方が多いのかなというふうに思います。一言で言うとですね、二言かな、二つ、就職に直結するということと、それからもう一個ですね、一番下のところにあるんですけれども、ご自身やご家族の健康、例えばね、ダイエットしたいと、コレステロール改善薬使えばいいから、いうようなですね、なんていうかな、生活に密着するというか、健康に密着するというか、こういったことが問われるということです。まず就職に直結するということでありましたが、例えば不動産会社とかですね、行くとですね、必ず資格を持った人が必要ですよね。宅建師という資格がないとですね、不動産のお取り扱い、お取引というのをやっちゃいけないという法律で決まっておりますが、これはまさにですね、薬を売るためには専門家が必要です。その専門家の一人としてですね、登録販売者、少なくともいなくちゃいけませんというふうになっているんですよ。つまり持っているだけで即就職、管理者候補をですね、その店で絶対必要とされて、しかもですね、そのお店の管理者に目指していくというですね、優遇措置を受けられる可能性が十分高いというものですね。はい。ただですね、後々勉強していきますけれども、薬にはですね、そのリスクの重さ、いわゆるですね、人の生命とかね、健康に対して危険度が高いという観点からですね、いろいろな分類がなされていて、特にリスクの高い第1類、医薬品、一般で買える医薬品、これはですね、さすがに薬剤師さんがきちんと入って、薬剤師さんですね、本当に、お薬のプロフェッショナル、プロ中のプロの薬剤師さんが入らないと、これは扱っちゃいけないと。登録販売者は比較的、リスクが高いものと、比較的リスクの低い、第2類、第3類というものですね。日常使用で、購入される医薬品、薬局ですとかドラッグストアとかね、そういった店舗で第2類、第3類、これを取り扱っていけるんだということですね。ですので、この資格を持っているとですね、そういった医薬品の販売に、お仕事の領域を広げていきたい、そういったお店でですね、まさに、あなた来てください、採用します、何卒うちで働いてくださいというふうに言ってもらえるわけですね。はい、これが一番のメリットと。そのためには各都道府県で行われる試験に合格して、知事に登録するという手続きが必要ですということでした。はい、次にですね、先ほども申し上げましたけれども、これは自分の健康ね、ご家族の健康を守るという意味でもですね、非常に魅力があるんですね。ここではですね、後々勉強、全部勉強していくことですから、逐一解説はしませんけど、こういったことが勉強することができます。例えばね、白血球っていうのは酸素を体内に送って二酸化炭素を肺に戻すっていうための中心的役割ですというのとかですね、お店で購入する医薬品というのは、薬剤師がいないと購入できない、リスクが高い医薬品というのが存在するか、これはちょっとちらっとさっき言ったから、これはどっちかなっていうの分かりそうですね、×。はい、あるいはね、ここがですね、私自身もこれ勉強する前間違ってたんですけれども、
カプセル剤ね、カプセルでできたお薬っていうのは、低い気温のところでですね、保管するのが適しているということで、冷蔵庫で保管していいんですかと、それがいいんですかということですけれどもね、これ実は間違ってるんですね。後々勉強しますけれども、こういったいわゆるね、これちょっと間違って理解してたらやだなっていうようなことを、まさにね、このご自身、ご家族の健康に直結するようなことをね、学んでいくことができるということがね、それだけでも魅力かなと、もう勉強するだけでその価値があるというふうに思います。はい、では試験の概要でございますけれども、はい、まずポイントです。学歴不問、年齢不問、実務経験不問、誰でも受けられるような試験になりました。それだけ人が必要なんです。登録販売者の人口、登録販売者を取って働いてくれる人が多く必要なんです。だからこういった経験等を取っ払ったと、みんなが受けれるようにしたということですね。国からも必要とされている資格ということになります。試験の方法はマークシートです。塗りつぶすやつですね。1から4とか1から5とかっていうのをですね、どれが正解かっていうのを塗りつぶしていくパターンということです。で、出題範囲、これもね、特徴的ですね。ここから出ますよっていうことが決まってるんです。厚労省が発表している試験問題作成の手引きっていうね、もうなんていうのかな、ここから出すよっていうことがもう決まってるんですね。ちょっと映しますと、レックはね、まさにこれに完璧に準拠してやっていきます。これを基本テキスト、厚労省の、だってここから出るって決まってるんだから、これを使わない手はないですよね。出すよってここから、言ってるのに、ここから出ますよって言ってるのに、これを使わないっていうのは明らかにおかしいことです。ただ、これはね、初めて勉強する方にとっては非常にちょっと難解で、文字ばっかりでね、ちょっと抵抗あるなということもあり得るでしょうから、ですから今使っているですね、このレジュメでですね、分かりやすくアウトラインの方はですね、伝えていきます。これによって非常に、頭にスッとまず入ってきて、全体像が入ってきて、で、こっちのね、さっきの厚労省の手引きですね、こちらの方もレジュメに沿ってまず学習をした後、これを読んでいくと、あ、そういうことだったんだっていうふうに分かりやすく頭に入っていくように作っていきます。はい、では学習する全体像ですけれども、第1章から第5章まであって、1章が全体に関わる分野ということで、2章3章というのは人の体、そしてその人の体に医薬品が入った時にどういうプラスがあるのか、またどういうリスク、どういう副作用があるのか、だからどういうふうに気をつけなくちゃいけないのかというような、人の体、そしてその医薬品がどう影響していくかということを学習すると。で、4章と5章はどちらかというと国が定めた制度ですね、法律によって人の健康が害されないようにということをしていくというものです。で、1章がそれら全体に共通するようなね、部分ということ、なんかここに、あれ書きましたけど、特に覚える必要ないですけどね、こういう AB 足す AC 足す AD 足す AE っていった時に、共通する A っていうのをくくり出してい、くことができる、このくくり出すというのが一章のことですね。だから全体に関わるとても重要な部分、これが一章ということになります。はい、ちょっと戻りましょうか。このような形で一章から五章まであるんですけれども、各々ですね、出題は20問ずつで、第3章一番メインのですね、お薬の部分のところだけ40問ということで、あと20、20、合計120問ですね。これを240分で解きます。ですから大体ですね、午前と午後って分かれてて、午前に120分2時間、午後に2時間やって、60台60台、午前で60、午後で60台解くというような形でやっていくわけですね。はい、合格の基準というのは絶対的な評価になっていて、7割取ってください、全体の7割取ってください。ただ1科目何もやってない、1科目分だけ0点だったということではちょっとまずいよねと、バランスよく勉強しようということで、全体は 70% で、各項目で例えば第1章で少なくとも 35% または 40%、 これはですね、ちょっと都道府県によって異なるということで、まあ、なんていうのかな、あまり気にしなくていいというか、
普通に真面目にやっていて 70% 取れる人っていうのはこの基準もクリアしていくはずです。この基準も余裕でクリアしていく。だからトータルでまず7割を取っていくと、バランスよくしかも勉強するということをやれば、この下の方はあまり気にしなくても合格はするというふうに考えております。はい、ではですね、ただですね、バランスよく勉強しようというふうに申し上げて、矛盾しているかもしれないですが、費用対効果、時間対効果ということを考えたときにね、バラバラです。あれものすごく費用対効果に、もう満点取れる、狙えるというか取れます。これ間違いなく取れます。1章と4章まんま出ます。もう勉強すれば即反映します。1章4章、2章と5章も、まあ、満点は取れるだろうなと、もう100点近くいくだろうなと、 100% いくだろうなと思いますが、これはちょっとですね、9割程度、少し後で説明しますけれども、3章の理解がないと5章が解けないというようなところが出てくるので、3章がですね、これが難題なんですよ。ものすごくね、細かいというかね、大体の受験生はここで挫折しているはずです。時間もう無理、間に合わない、覚えきれない、多すぎるっていうことでね、完璧にするの時間かかりすぎると、おそらく1年以上はかかるんじゃないかなと、完璧に3章をやろうとすると。ただ3章というのはお薬に関する分野で一番大事な部分ですから、これは合格の後も、合格の後もですね、研鑽を積んでいただくことが必要です。はい、ちょっと移しましょうか。今言ったことをですね、まあこれをご覧いただければですね、ご納得いただけるのかなというふうには思います。このテキストのですね、テキストのパッと1個目を開きましょうか。目次のところを開きましょうか。目次のところを開きましょうか。はい、ちょっと私の方でね、もうすでにアンダーライン等がしてあるんですけれども、おおむねですね、私の授業ではまず項目、大項目のところはもうブルーのアンダーラインと、で、まあ、項目青青青で、さらにその下、項目のさらに下の概念というか、それはその黄色でするというような一応ルールで、アンダーラインはしています。まああまり必ず真似してくださいねということではないんですけれども、頭を整理する上ではですね、こういうふうにやっていくと非常にいいのかなと。もう一個ですね、まあ、赤ペンも利用するんですけど、赤のマーキングもね、できれば消せるマーキングも使うんですけれどもね、これは後でですね、意味を説明していきます。まずですね、第一章 ABC ランク、大事さ ABC ランクでいうと AA ですね、 A よりさらに大事ということで第一章になってます。20問出ます。勉強するページ数18ページです。18ページ、いいですか。1ページ勉強すると1問以上取れるんですよ。1ページやっただけでもう1問以上ゲットなんですよ。はい、皆さんね、今日勉強すればもう5問くらい取れると、1日でも5問くらい取れちゃうということになるでしょう。これは得点、目指す得点としては20点です。これはちょっとこの丸20っていうのはね、得点のことですね、点のこと。得点は、20点を狙っていくと、そういう科目になっています。はい、そして、はい、第2章ですね、これ A ランク、20問出ます。35ページです。やっぱりいいですね。2ページやればもう1問取れちゃうということで、18点は狙っていけるというのが第2章です。はい、来ましたね、目次の次ですね。第3章、目次の第3章ですね、目次の2ページの下の方ですかね。はい、第3章はこれ B ランク、一番出る科目なんですけれども、ここにはまると落ちます。ここにはまるともう これで1年間かかっちゃって、他の点が取れる科目を勉強できなくて、それで落ちるというパターンが想定されます。だからある程度割り切っていいんです。これは40代出ますけれども、4割でいいんです。ごめんなさい、6割です。6割、 60% を取っていく。 40×6 で24点、6割取る、これでいいんです。これね、40問出るのに対して148ページ一気に上がりましたね、勉強数。これはね、無理です。完璧にするのは1年以上かかります。
ということで、6割取れる実力がついたら、むしろ1、2、4、5、他の章も勉強した方が絶対的に費用対効果がいいです。ただその代わり一番大事な科目ですから、合格後もちゃんと勉強しましょうねと、合格後もちゃんと勉強しましょうねということで、そういったことが202ページですね、書かれていますかね、202ページですかね、テキストちょっと見てみましょうか。202ということで、ここもね、いろいろここね、まだすごくアンダーラインとかですね、まだ引かなくて結構ですけれども、私がねここはチェックしときましょうねって言ったところだけ、引いていただければ結構ですけれども、はい、202ページの下の方ですかね。はい、登録販売者っていうのが何をしなきゃいけないか、登録販売者っていうのが何をしなきゃいけないかということを書いていますが、購入者に対して正確かつ適切な情報提供が行えるように、日々最新の情報入手、自らの研鑽努力ですね、努力研鑽に努める必要がある、研鑽に努力していく必要があるということですね。受かった後も頑張りましょうねと、さっき言ったのはですね、こういうことなんですね。試験、これは短期間で、合格していただくことを想定していますけれどもね、その短期間で合格した後もですね、これはずっと勉強を続けていただきたいと、いうふうに思っております。はい、まあ、あとダメ押しで見せておきましょうかね。この冊子のですね、こう分かりますか、この開いたこの爪みたいなものを僕赤で塗ってあるんですけど、これ何かっていうとね、これ3章なんですよ。3章で勉強することね、全体の半分くらいでしょ、全体の半分くらいあるでしょ。でも120問中40問しか出ないんですよ。3分の1しか出ないんですよ。3分の1のことをやるために半分の時間使うのかということですね。これは3分の1では全然合格できないじゃないですか。 70% 取らなきゃいけないのに、ここではまらないように注意。3章ですね、3章がこれ赤なんですけども、55ページから202ページまでだったかな、そんなにあるんですね。ここはあまり、まあ、一番時間をかけてやるべきなんですけれども、はまりすぎるとおいしい科目を取りこぼしますと、おいしい科目を取りこぼしますということを言ったんですね。はい、それではいきましょうか。今のようにですね、1章4章満点狙う、2章と5章は9割以上を狙っていけますよということで、説明をさせていただきたいというふうに思います。まあ、ちなみに、まあ、もう移すまでもないかもしれませんが、4章のところですね、ほらさっきのこのなんていうのかな、第3章の目次のところからめくってめくっていかないと4章に行かないんですね。めくってめくってようやく出てきたということでね、目次だけでこんなにあるね、3章。はい、4章はこれ AA ランクということで、行政に関する、行政ではないですね、薬事に関する法規、それから制度ということで、20問中48ページちょっと増えましたけどね、2ページちょっとですけれども、これは20点狙える科目です。20点狙える科目です。単独でこれはですね、狙っていける。でちなみに、これは法律というのが出てきますけれども、レックは法律のレックですから、一番得意なんですね、こういう分野を教えていくのはですね。お任せください。20点を狙っていきます。はい、続いて目次のところですね、4章のこの目次のところのですね、次のページなんですけれども、ちょっと引きましょうか。はい、ここにね、バツしました、罰しました。もう条文そのもの、法律の条文そのものが参考としてずらっと載っているページがあるんですね。これ70ページありますけど、これ一切読まなくていいです。一切読まなくても受かります、受かります。私自身もこれ、一切読まなくて20点取りました、満点取りました。なので、必要ないというか、まあ、参考程度に別冊にはします、参考程度に別冊にはしますけど、読まなくていいです。まあ、たまにね、ちらっと気になった時にちょっと調べてみるというような程度でいいと、一切読まなくても合格できるということですね。はい、続いて5章ですね、5章ですね。はい、これ A ランクということで、20問中20ページ、まあ、1ページやると1問出るみたいな関係にはあるんですけれども、これはね、20点いけそうですけど、まあ、19割としておきます。
これは何かというと、3章がつらかったですよね。3章の勉強がつらかったんですけど、3章で勉強したことをもう一度繰り返して違う観点から出すみたいな出題が5章でなされます。ということは3章が完璧でないとこの科目も完璧にならないんですね。ということで、ここを完璧にしようとすると3章も完璧にしようとしなきゃいけなくなる。そうするとさっき言った費用対効果悪すぎということで、1、2、4章で、もうほとんど満点近く狙っていけるのに、ここでやっぱりハマりすぎるとね、3章でハマっちゃいけないよって言った、その問題が、また噴出してしまうということになるんですね。ですので、この点はまあ注意して、9割取っていけばいいだろうということですね。はい、そうすると目次の冒頭にこう戻っていただいて、目次の冒頭に戻っていただいて、はい、ダブルエンク、私こう書いたんですけどね、はい、目標とする得点はですね、120問出るうち100点を取っていきます。8割強ですかね、7割でいいところを8割、強取っていきます。で、失敗しても90問取れるようにします。この講座を受けていただいて真面目にやっていただければ全然取れます、全然取れます、いけます。失敗しても緊張してね、ちょっとうまく書けなかった、うまくできなかったと言っても90問取れます。で、合格点は、120×70% ですから、 120×70% ですから84ですかね、84を超えればいいんですかね、余裕で超えてるんですね。失敗しても90問取れるように、これから講義をしていきます。ぜひね、この講座を使っていただいて、合格をしていただきたいと。で、もう100点とか言わずね、110点くらい狙っていくということでね、頑張っていただきたいと思います。はい、で、その目次の1ページの一番下にさらに書きましたけれども、登録販売者は絶対に合格する試験です、絶対に受かる試験です。どうして絶対に受かるかというと、出る、これが決まってるからです。この本からまんま出題されるからです。この本を真面目に勉強しさえすればいつか必ず合格するんですね。だけども誰でも合格する試験ではありません。まあ当然ですよね。ここから出るって分かっていてもきちんと勉強しなければ、それはもうやってないのと一緒ですからね。この本を押さえていただかなければ、受からないんですね。はい、ということで、ただ先ほど申し上げたようにこの本もですね、この本もですね、なかなかこう厚労省がやっぱり書いたんで素晴らしいね、本なんですけれども、本当にこう詳しい、本なんですけれども、いい本なんですけれども、ただやっぱりね、ちょっと文字が続いてしまってね、ちょっとなんていうのかな、できるかなって、私には無理じゃないかなって思っちゃう、本なんですね。なので私どもがそれを読めるようにですね、どんどんしていきます。まず安心していただきたいんですが、もう学問、医学とかね、薬学とか行った時にはものすごく広い、宇宙みたいに広いんですけれども、試験で出る箇所っていうのはすごく限られてます。今回の登録販売者もこの本って決まってますよね。宇宙のように広い学問領域ですけれども、出る範囲はほんの少しなんです。しかも出る本からも重要なのと重要じゃないのがあって、2対8くらいで、重要じゃない分野、まあどちらかというと特にこの少ない範囲の中でも特に重要な分野から実際の出題は 80% なされます。ニッパチの法則なんて言いますけどね、ここを徹底的にやると。それはもう散々私も試験勉強でね、よく分かりましたので、ここが何なのかということをよく分かってますので、私の言ったこういうこの分野が重要ですというのに従っていただければですね、必然的に8割の成績、努力しないでね、いいですか、全体の中のこれしか出なくて、しかもこの中のさらに2割でいいんです。これをやっていただければもう合格点が取れてしまうということです。はい、続いて実力の伸び方ということですけれども、これは私が法学部に昔いたんですが、司法試験にね、受かる人のレベルって、どこだと思うって法学部の先生に言われたんですね。司法試験ってね、もう東大出た人がですね10年くらい勉強してですね、ものすごい頭のいい人が受かる試験なんですけれども、先生がね、学者の先生が言ったのはね、
試験に受かるレベルってね、この辺に過ぎないんだよと、この辺に過ぎないんだと。司法試験に受かる人もね、学問と、もう勉強量が増えれば実力は伸びていくけれども、実力は伸びていくけれども、司法試験に受かる人ですらこのくらいのレベルでしかないんだと。あくまでも学問レベルを増やすためには一生かけて勉強していくんだと、一生かけて勉強していくんだと。しかしですね、試験というのはできるだけ短期間で受かってなんぼですから、試験ではむしろ全部知ろうとしない、こんなレベルまで行こうと絶対しない、しないことが大事です。はい、でそこで、本講座をですね、対象としていく人ということですけれども、こういう人大歓迎です。暗記が嫌いです、私も嫌いです。はい、薬学や資格試験初心者です、私もそうでした。はい、一人で勉強してみたけどね、どうやって勉強していいかコツがつかめないという人ですね。はい、でも短期間で、合格したいと、2ヶ月くらいで合格したいという人ですね。これぜひですね、この講座を受けていただきたいと思います。どういうふうにしていくかというと、まず暗記が嫌いな人に対しては後で説明しますが、イメージ記憶とかね、まあ語呂合わせとか、まあ、体系的理解、いわゆるこれレック式理解法というふうにちょっと呼ばせていただきますけれども、まあ、レックのいわゆる資格試験に短期間で合格するためのノウハウのようなものと考えてみてください。法律のレックだからこそできる理解の仕方です。はい、はい、初心者ですということですね、気にしないでください。私もそうでした。また受かる人の大半もですね、苦手、初めて、そこから始まってます。私自身もその人たちに立った講義をし、立場に立った講義をします。だからおできになる人はですね、むしろ私の講義など使わなくても、ね、いいのかなというふうに思いますね。ご自身で本を読まれてですね、独学で勉強なさってね、合格できる実力の方はですね、わざわざお金を払って、予備校を利用する必要はないと思います。予備校の価値っていうのは本当に苦手なんだと、勉強をちょっと毛嫌いしてると、だけどね仕事に生かしたいんだということのためにですね、予備校は存在しているということであります。はい、あと一人で学習したけどコツがつかめない、はい、任せてください。レックはもう40年間の資格試験の指導の経験がありますのでね、ノウハウがぎっちり詰まってます、これにお任せください。はい、さらに短期間で合格したいということですが、この合格のレックのノウハウをですね、使っていただければ十分ね、合格というのは見えてるわけなんですけれども、さらに私この講師個人的にですね、仕事もフルで入れて、仕事は休まないでね、このためにで両立して2ヶ月くらいかなで合格をしたノウハウがぎっちり詰まってますので、まあ、合格のレックが持ってるノウハウに加えて、私の個人的なね、この経験というか、この試験に対してね、こういう苦しいことがあってこうやって回避したみたいなですね、そういったことをですね、伝授していきます。といった意味でですね、やるべきこと、やるべきじゃないこと、これをはっきり伝えていくということです。はい、では短期合格の秘訣ということですが、まずですね、まあ、一般的な話、最初からまず問題に触れていくと、何が問われているかっていうのが分かった上でテキスト読んだ方が効率的ですということです。で突っ込みすぎない、これはさっき言った通りですね、厚労省の手引きは絶対に使わなければいけないですけど、だってここから出るんですから、この私どもが使っていくテキストから出ます。だけどこれを逸脱した範囲、ここに書いてないようなことをですね、深く突っ込んでいくのは絶対にやめるということであります。であとはですね、全体を何度も回す、これね真面目な人ができないんですね。緻密に緻密に一個一個やろうとするから、分からないけど飛ばそうってことができないんですよ。それね、典型的な落ちるパターンですね。そうじゃなくて、分かんないでもとにかくどん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 先に進んで、何度も回す何度も回す、で後に勉強したことを踏まえると最初のことがよく理解できるみたいな、要するに1ページ目で勉強したことが1ページ目やった時は分かんなかったけれども、300ページ読んでみたら、その後にね、その大体250ページぐらいのところで書いてたことと1ページのことを合わせるとよく理解できたみたいなことがあるんです。要するに1回回してみないと本当に理解はできない、何度も回してみないと本当の理解はできないというところがあります。あとはこれも言えますよね、今月は1章、来月は2章、もうその次は3章ってなるとね、もう2ヶ月以上前の1章のことはさらっと忘れてますよ。それではね、良くないですよね。
だから、素早く素早く何度も全体を回していくということをですね、心がけていただきたいと思います。はい。ではですね、ここからちょっとしたアドバイスですね、学習のアドバイスということですけれども、これはですね、学習法のワンポイントということで、とにかくね、短期間で合格するって言っても毎日ずっと真面目に勉強し続けるっていうことが、まあ、一番のなんていうのかな、成功パターンなんですよ。とにかく真面目に勉強し続けることが、成功パターンだけれども、同じ作業を続くとですね、ちょっと停滞、疲れちゃったってなりますよね。で、飽きないで継続的に効果的に学習を続けるための工夫ですね、これがあると。典型的には苦手な科目をやった後は得意な科目を挟んで気分を良くなって、またちょっと苦手なところを潰していくと。で、本をずっと読んでる、眠くなっちゃったということであれば、じゃあ問題を解いてみて、少し緊張感を持つとかですね。あとは、暗記でちょっとねしんどいなとなった時はですね、ちょっとイメージ記憶、ちょっと面白い、記憶の方法なんですけれどもね、やってみて、まあ、右脳をむしろ使っていって、なんていうのかな、両方の脳を使いながらやっていくというようなこと。まあ、その他ですね、勉強が飽きちゃったということであれば、先ほどのようなマーキングですよね、項目にアンダーラインを引いていくとか、ひたすらやるとすごく時間かかるんですけれども、飽きた時に、作業でちょっとリフレッシュするというようなことですね。単純作業、本当に頭を使った後に単純作業をするのって結構なんていうのかな、苦痛じゃないというか、むしろそれを体が欲しているというかいうことになりますので、まあ、勉強に飽きた時は、あえてですね、何も考えない作業とかしてみるということですね。まあ、こういったことですね、ここに掲載されている情報っていうのは、後々皆様にプリントアウトして、本の冊子の形にしてお送りしますのでね、必ずしも全部読み上げませんけれども、ぜひね、参考にしてみてください。はい。で、あとはですね、まあ、登録販売者っていう試験を見た時のやっぱり、なんていうのかな、私が感じる、講師として感じることはね、暗記量がやっぱり半端なく多いということは感じます。で、これに対応していくにはね、やっぱり基本当たり前ですけど、繰り返しが大事です。繰り返しが大事ね、英単語とか漢字とか書けるようになったのはどうしてですか？何度も書いたからですよね。間違えても間違えても何度も何度も繰り返すから、書けるんですよね、それと同じです。はい。あとはちょっとした工夫で、複雑な文章をちょっと図にしてみる。ちょっと図は講義中にいっぱい出しますのでね、そういうの参考にしてください。あとイメージ記憶、これ後で説明しますね。あと趣旨から考える、理由をちゃんと考えて、その理由から、考えてみるということですね。例えばですね、イメージ記憶と趣旨から考えるということの例ですね、これ皆さん笑っていただけるか分かんないですけどね、3章にですね、こういうのが出てくるんです。こういうのを覚えてくださいというのが出てくるんです。咳を抑えるお薬の中に入っている成分にですね、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩というコデインリンというものが入ったですね、成分、そういうお薬があるんですね。まあ、咳が静まるということでメリットのあるお薬の成分なんですけれども、でも依存しちゃうと、そればっか飲み続けてですね、ちょっと副作用などの危険が発生する、依存性を生じるお薬だから注意だよとあります。これなんとなく嫌だなと、こんなの覚えんのかなと思いますよね。文字だけ覚えると、テストではこれ出るからこのまま、思い出せなきゃいけないんですけどもね。例えばこれをね、ちょっと面白おかしい、画像にして覚える。インリンさんっていうのをね、思い切って女性にしましょう。インリンさんっていうね、ちょっと、女性、これがね、あまりにも美しい人なんで見とれていました。そうするとね、咳も収まるほどね、あまりにも輝かしい美しさだったと。だけどその美しさが半端じゃないと、麻薬的に美しいので依存してしまったということですね。どうでしょうか、覚えられそうですか。インリンさんは咳を収めてくれるんです。でもね、麻薬的に美しいから依存してしまうんです。どうでしょう、この文章とパッケージになりましたかね。これをね、できるだけ文章にするんじゃなくて、自分の頭の中でイメージで描く、絵を描くんです。できるだけこのインリンさんの顔の形とかね、そういったものを頭の中でイメージして、すごい美しいみたいな、自分だけの、イメージでいいですから、
そのイメージが強ければ強いほど、でね、この状況というのが面白ければ面白いというか、滑稽なほど忘れないです。忘れないです。ちょっとね、これもこういうふうにやるといいですよと言ってすぐにできるもんでもないのでね、これはまた記していきますね。時によりですね、時に触れ、解説をしていきたいというふうに思います。ではですね、ちょっとこれあれですけど、一瞬休憩をしましょうか。はい、ごめんなさいね、ちょっと途中でね、話の途中で止まってしまいましたけれども、集中力の持続ということを考えて30分ちょっとぐらいのところでですね、ちょっと休憩というかブレイクタイムというのを入れさせていただきます。30分ちょっと過ぎたらですね、ちょっと休憩が来るなということですね。はい、先ほどのお話の続きですけれども、ごめんなさいね。はい、先ほどの例ですね、ちょっと笑ってもらえたら嬉しかったんですけれども、こういうのはね、イメージ記憶というもので、どちらかというと右脳を使って覚える、これ右脳と左脳が合体するとですね、ものすごい、なんていうのかな、記憶、強い記憶になるというものなのでね、こういったものも取り入れていくといいなと。で、実際にできる限りですね、こういうふうにして分かりやすく伝えていくというふうにいたします。さらにですね、これがまさに資格の学校レックのですね、まあ、法律のレックたるゆえんなんですけれども、趣旨から考える、いわゆる左脳タイプのですね、教え方というのがですね、まあ、レックの教え方の特徴ということです。例えばルールとして、犬はこの公園に入っちゃいけませんよっていうルールがありました。ではライオンは入っていいですか、いけないですか。ルールは犬は入っちゃいけませんよと書いてある。ライオンは入っていいでしょうか、入っちゃいけないでしょうか。ちょっと考えてみてください。どうでしょうかね。ね、ね、普通素直な人だったら犬は入っちゃいけないっていうふうに書いてあるから、1番入れるでしょ、犬がダメって言われてるだけでライオンはダメじゃないんだから入れるでしょ、1番を考えるのが普通素直ですよね。あるいはちょっと情報が少なすぎる、判断できないいうことですね。こういう考え方もあるでしょう。いやいや、犬がダメなんだからライオンだってダメなんじゃない、2番なんじゃない。どれの答えもですね、実はあり得るというかね、皆さん、まあどっちかというとちょっと迷うというかね、3番に近い人が多かったんじゃないかな思うんですけれども、おそらくね、これ多数決を取るとね、大体、これ、皆さんに聞くとですね、すごく分かれるんです。1の人が3割、2の人が3割、残りの人が判断できませんみたいな感じでね、パカッと分かれるんです。でもね、あることを私が伝えると全員がね、答えが一致するんです。それがその魔法のね、言葉がね、趣旨なんです。趣旨っていうのは、こういうルールができた理由、こういうルールができたなぜあるんですかと。犬が入っちゃいけないっていうけど、それはどうしてですかと。その理由、目的のことをね、趣旨って言います。この趣旨を明らかにすれば、答えは必ず一つになるはずです。いいですね、必ず一つになる。ちょっとやってみましょうか。この趣旨がですよ、犬は公園に入れないというふうにしていた趣旨が、犬というこの獰猛な動物が赤ちゃんが入る、そのお母さんがですね、赤ちゃんを運んでくる、そういう赤ちゃんが集まる公園において、以前に爪でね、この犬という獰猛な動物がガリッとですね、赤ちゃんの爪引っかいてですね、赤ちゃんのことをですね、爪でガチャッと引っかいてですね、赤ちゃんが大怪我をしてしまったと。こんな危険な動物はですね、赤ちゃんに危害を加えるようなこういう動物は入っちゃいけないことにしよう。犬のような獰猛な動物は赤ちゃんに怪我をさせる可能性がある。だからこの公園に入れないんだと。それが趣旨だったとします。それがこのルールの理由だったとします。はい、そう考えるとどうでしょうか。犬のような獰猛な動物は赤ちゃんに危害を加える可能性がある、だから入れない。ライオンはどうですか。なおさら危ないですよね。犬なんかよりなおさら危ない、危ないですよね。ですから
趣旨が明確になれば答えは丸二番、丸二番に統一するはずなんです。これちょっと多数決取りたかったですね。全員がこれ、大抵これ聞くと一致します。今のような説明をするとバラバラに分かれていたものがこの趣旨を説明することによって一つの答えになるんです。しかも、このルールについてね、この問いについて今日初めてこんな問題見たっていう人多いかもしれないんですけれども、全員が一致しましたね。自分の頭で考えて答えが一つになりました。これが趣旨から考えるということですね。そしてこの趣旨を伝える、この趣旨を分かりやすく伝えるということこそがね、ちょっと隠りましょうか、出なきゃよかったですね。この趣旨を伝えるというところが、私どもの予備校の役割、講師の役割というふうに考えています。なのでね、ぜひ講座を聞いていただいて、いいですか、一人で勉強したらですね、こういったものを一個一個暗記していかなきゃいけないんですね。ルールはこうです、ライオンはどうか、答えは2とかね、暗記していかなきゃいけない。でも趣旨を講師が解説することによって正しく理解しておけば自分の頭で解けるんですよ、自分の頭で解けるんですよ。そういうことをね、目的として、目標としてですね、講義の方をしていきます。はい、その他ですね、学習法のワンポイントということで掲載しています。目次は何度も確認する、まあ、これはあの後でね、また紙で読んでいただければと思います。でアンダーライン、さっきマーキングの色使いということでやりましたけど、まあ、青と黄色と赤くらいをですね用意していただくといいかなと、まあ、でできればですね、あの受験用の赤青黄のマーキング、あわよくば消せるやつ、その間違ったマーキングしちゃった時に消せるやつですね、これを使っていただくとですねいいかなと、まあ、ただ必ずこれに従わないとダメですってことはないですよ。でもこうしておくとですね、後々すごく知識が整理されて、もうビジュアル的に一見何を言ってるのかっていうのがさっと頭に入ってくるようになります。最初の作業大変かもしれないけど、後々復習するときにものすごくビジュアル的にね、分かりやすくなります。はい、まあこれも折に触れ、解説していきますね。はい、ではですね、まあメッセージということでね、脳書きがごめんなさいね、長くなっちゃいましたね。これらの他にもですね、レックの合格のノウハウ、これ40年蓄積した合格のためのノウハウがあります。これを随所で解説します。で、すでにお話したこともですね、実際に皆さんが使えないと意味ありませんので、今はプールでもないのにね、水もないのに泳ぎ方を教えてるような感じでですね、私にはちょっと使えなそうってなっちゃったかもしれませんけど、勉強を進めていく中でですね、一緒に実際に使えるノウハウにするためにですね、何度も繰り返していきますので、皆さん身につけていただけます。ということでね、もう登録販売者だけとは言わずにですね、もう他の資格にもチャレンジするぞと、でお子さんのご受験にもですね、使っていただければというふうに思っています。じゃあですね、これから頑張っていきましょう。さあ、まず第一章ですね。医薬品に関する共通特性と基本的な知識ということで、全体像は先ほど申し上げた通り、これ超重要ですね。20ページの学習で20ページ出る、いや18ページでしたよね、18ページで20問出るんです。1ページやれば1問以上取れちゃうということで一番大事、しかも全体に共通する部分だから一章に強いと他の章にもプラスの影響があるということで重要です。はい、まずですね、教科書をいきなり読むとですね、ちょっと分かりにくいので、分かりにくいというかちょっと嫌ってなっちゃう人もいらっしゃるかと思うので、整理しておきますね。まずそもそも医薬品って何ですか、定義。医薬品は以下の1と2、これを目的とした生命に関連する製品です。じゃあ目的って何ですか。人の疾病診断治療予防に使用する、人の身体の構造や機能に影響を及ぼす、この2つのことを目的とした生命に関係する製品ですよということですね。まあ一般的にはこの丸1番ですよね。病気を診断する、治療する、予防する、これの目的のための製品なんだと。で、こっから性質ですけれども、医薬品というのも人体にとっては異物、外来物ということで、しかもここがポイントですね、人体への影響は複雑多岐にわたって全ては解明されているわけじゃないんだと。
どの薬を飲んだことによってどんなリスクが発生するか全部完璧には解明をされていないんだということ。そこでもちろんお薬はいいこともありますけれども、好ましくない反応、副作用が発生することもあるということなんですね。好ましくない反応。そこで注意点としては、医薬品というのは保健衛生上のリスクを伴うことに注意が必要だし、人体に使用しない医薬品ですら健康被害をもたらす可能性があるということで、もともと医薬品というのは人にいい影響をもたらそうとしたんだけれども、思いもよらないところで違った病気になっちゃったということですね。あるいは別の病気が悪化したとかですね、そういうマイナスのリスクもあるから、だから注意が必要なんですねということ、これがですね、一章でまず叩き込まなきゃいけないことですね。はい、次のこれレジュメに関しては、これ後ほど分かっていただければいいでしょう。これ最終的に分かっていただければいいということで飛ばします。あとは医薬品の分類ということで、医薬品にはどんなパターンがあるかということで、医療用の医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品というもので分かれています。医療用医薬品というのは、これはお医者さんが処方する、お医者さんが使用する、いいですね、登録販売者が処方したり、登録販売者が販売したり、それではありません。お医者さんに行って処方してもらうと、そういうものが医療用医薬品です。これに対して要指導医薬品は、要指導医薬品は医療用医薬品ではないんだけど、お医者の処方がマストということではないのだけれども、これはかなりリスクが高いので、薬剤師さんがちゃんと入ってください。登録販売者じゃないですね、薬剤師さんが、しかも対面で面と向かってちゃんと説明する薬剤師さんですよ。超プロフェッショナルの薬剤師さんが面と向かってきちんと説明した上じゃないと販売しちゃいけませんというのが要指導医薬品。これに対して一般用医薬品というのはね、一般用医薬品というのは医療用以外の医薬品であって、一般人が薬局等で購入、自らの判断で使用するという性質のもの、お店で買えますねということですね。だけどそのリスクの高さに応じて、特にリスクが高いものは1類、比較的高いの2類、比較的低いっていうの3類ということで、この青い領域が登録販売者が、販売に関与していくという部分の医薬品ということに、なりますね。はい、これもですね、これ一瞬にして覚えられる人一人もいません。大丈夫です。安心してください。今覚えなくていいです。ただ分類があるんだなと、なんかリスクの重さによって重々しい手続きが必要なもの、重々しい手続きが必要なもの、比較的手続き簡単なんだけれども、リスクに応じて何かやらなきゃいけない手続きが変わってきそうだなということくらいを押さえておけばそれで十分です。はい、それでは続いて、先ほど医薬品にはリスクがあると言いましたけれども、それはどういうもので表されるかというと、薬物が暴露した量、薬物にさらされた量、それかける掛け算ですね、時間、つまりたくさんの量を長くずっと摂取していると、それは最悪死にますよということを言っているにすぎません。でリスクの評価の基準、これは危ない医薬品かどうか、安全な医薬品かどうか、リスクを評価する基準というのがいくつかありますが、これも今丸暗記する必要はありません。なんか本当にこの薬っていうのが安全なのかなっていう、する評価のする基準っていうのが、いっぱいあるんだということを分かっていただければそれで結構です。はい、続いて薬が効いていくイメージを先に持っていただきますが、はい、これが量ですね。たくさん飲むと反応も大きい、たくさん飲むと反応大きい、医薬品を大量に飲むと影響も大きいということを示してますね。はい、なので
あまりにもね、ちょっとお薬って怖いものなんだなとか言ってですね、容量10飲んでくださいって書いてあるのにですね、1しか飲まないみたいなんですね、少なすぎというものはですね、ちょっと効かない、意味がないということです。これに対してですね、ちょうど程よい量を飲んでいただければ適正にお薬が効いてくれる、これ治療量と言ってきますね。まあ、定められたちゃんと分量を正しくちゃんと飲むということのイメージですね。そうすると正しく効いてくれる。これを超えてしまうと、正しい量、治療量と言われていた適正な量を超えてですね、たくさん飲めば効くだろうということで、どんどん飲むというとなるとですね、毒性がどんどん現れて人に害を及ぼします。そして最悪死にます。死にます。いいですね、怖いですね。いいですか、お店で買える医薬品もですね、多く飲みすぎて、死ぬということがありえるんですよ。いいですね。まとめると、お薬というのは少なすぎてもそれは意味ないだろうと、だけど多すぎれば最悪死にますよということで、適切な量で飲んでいきましょうと、適切な量で飲んでいきましょうということが必要です。はい、最後、最悪死にますよと言ったようなですね、ちょっと怖い言葉を言いましたけどね、本当にこういうね、過去にサリドマイド訴訟とかスモン訴訟、 HIV、CJD とか、ですね、ごめんなさいね、こういったお薬によって赤ちゃんが1000点以上をもたらした、四肢欠損、五体満足で生まれてこなかった、生まれた時から耳が聞こえなかったというような恐ろしい事件が起きたんですよ。一般用医薬品、お店で買える医薬品にこういうことが起きたこともあったんです。生まれてきた赤ちゃんがね、五体満足じゃない、耳聞こえないと、薬のせいでという怖い事件が起きたんですね。はい、キノホルム製剤、スモン訴訟というものですけど、キノホルム製剤という成長薬、腸を調子を整える、そのお薬を利用したことによって最悪歩行ができない、目が見えない、失明してしまうっていう恐ろしい事件起きたんですよ。一般用医薬品でも起きたんですよ。怖いですね。薬というのは正しく使わないと、いわゆるもう毒にしかない、毒にしか過ぎないということになってしまうんですね。しかもこれらは正しく使った人に対しても問題が起こることがあるから問題なんです。適正に正しい量を真面目に使った人なんだけれども、紐解いてみたらこんな事故起きちゃったと。だから恐ろしいんですね。ますます恐ろしいんですね。こういったことに気をつけなければならないということになります。はい、今ですね、この表も最終的には全部覚えていただきますが、今は全部丸暗記する必要はありません、ありません。何度も繰り返すうちに自然と覚えます、自然と覚えます。これはね、安心していただければというふうに思います。はい、ちょっとこれはじゃあ一応今、一章までのアウトラインということでお伝えをさせていただきました。ではですね、本題の試験では結局これが問われますから、このテキストの方ですね、このテキストの方ですね、これが問われますから、ここに情報は集約していくと。だってここから出るっていう本を使わないってありえないですもんね。これをメインとして、基本教材として扱っていくということです。はい、一章ですね。はい、最重要分野でした、目次のところね、最重要分野でした。20問中20点を狙っていきますよ、狙っていきますよ。はい、ただ先ほどから何度も申し上げているように、完璧にね、今日勉強しましたと、勉強した分は全てですね、覚えてしまって絶対に全部解けるという必要はありません。何度も何度も繰り返すうちに自然と完璧に覚えるようになります。何度も何度も回すことが大事、むしろ自然と覚えてしまうほど繰り返し学習するということが大事なんです。いいですね。では本文の1ページ、1ページですね。はい、
ごめんなさいね、ちょっと、1ページのところね、なんか不思議な絵が描いてありますけどね、絵心がなくて申し訳ないんですが、これ、あんまりメモを取っていただく必要ないですけどね。はい、木の根っことね、幹と枝葉とあるとしたら、試験問題に例えるとね、これ全体から出るんですね。これ全体から出る。根っこの部分、ちゃんと本当に一番基礎の部分も出るし、枝葉末節、すごい細かい知識も出るし、いろいろ試験では問われるんですけれども、勉強の仕方としてはね、まず基盤の部分、根っこ、支えてる根っこの部分、幹の部分、これをきちんと理解する。この土台がないと上がグラグラします。上がグラグラする。基礎がしっかりしてないと上がグラグラします、ね、だから学習の初期段階では意識的に根っこの部分、本当の基盤の部分と幹の部分にポイントを当てて解説をしていきます。枝葉の部分はこの幹と根、講義で得た幹と根を持って問題をどんどん解いていけば、どん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 この枝葉末節、この土台に基づいてつながった知識ができていきます。なので、多くの部分ですね、全てを読んでいきません。読み上げていきません。だってこれ全体を全てね、吸収するなんて誰にも不可能ですから。その代わり、抑えなきゃいけないところはきちんと抑えていただく。そういうふうに講義をしていきます。はい。では、この1章1ページですね。はい。ポイントとしてはですね、はい。まず、医薬品の本質、効き目、安全性、そういったことに対して、ちゃんと理解している。で、購入者等から医薬品を使用しても症状を改善しないと相談あったときは、医療機関を受診勧める。これ面白いですね。登録販売者なんですよ。お薬売る専門家になろうとしてるのに、買っちゃダメですと。お医者さんに行きなさいというふうに言ってあげることが大事なんだということですね。自分の、うちのですね、薬局の売り上げよりも、お客さんの体、健康を害さないために、必要な時はお医者に行かせるということが大事なんだということですね。あとはさっきちらっと見た薬害の歴史をちゃんと理解しようと。はい、これいいですね。わざわざ厚労省が問題作成のポイントって書いてくれてるんですよ。こうやって出しなさいって指示書なんですね、これ。これを踏まえて勉強しないと絶対ダメですよね。はい。そこで、はい、まず医薬品概論、医薬品の本質ということですが、はい。医薬品に関しては、はい、医薬品に関しては、はい、有益な効果、薬効、つまりプラスの効果、いい効果だけじゃなくて、好ましくない効果、副作用もあります。ほら、マイナスのことをちょっと赤くしてます。マイナスとか例外とか、ちょっと間違って使っちゃったやり方とかですね。あとは義務に違反したとか、ちょっと悪いことやっちゃったっていうような、ちょっと注意の場合、赤くしてます。まあ、プラスについては青くしてます。まあ、黄色というのは、まあ、いわゆるですね、この医薬品たる理由というか、どういう条件を満たしたら医薬品と言えますかみたいな、そんな条件とかですね、ちょっと下位の概念みたいな、そういった時に、用います。はい。13行ですかね。行数も書いてありますね。これ親切ですね。はい。医薬品は、人の疾病の、はい、診断、治療、予防、こういったことに使用される。または、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする生命関連製品であり、その有用性、これはお薬として使えるね、ということが認められたものです。だけれども、さっき言ったように、好ましくない反応もありますよ。好ましくない反応もありますよ。リスクに注意が必要です。だから、科学的根拠に基づいて適正な使用が図られる必要があるというふうに言っているんですね。はい。ここまでね、まとめると、要するに、最初の段落、12行目までは、まあ、薬のリスク、なんかちょっとダジャレみたいですけど、薬はリスクがあるんだということが1段落目で書いてある。次に、その対策をする必要性、危ないもんだから、ちょっとそのリスクが発現しないように、リスクが現れないように対応を取る必要があると。
じゃあ具体的にどんな対策しますかというのが18行目以下なんですね。18行目以下なんですね。1段落目が薬にはリスクがある。だから2段落目で対策する必要があるということですね。で、後半の18行目からの段落ですね。対策が書いてある。対策が書いてあるということですね。その対策というのはこういったものに現れる。添付文書。21行目ですかね。説明書のことですよね。お薬開くと出てくる説明書。これがないと不適切に使用しちゃいますよね。それから専門家、ちゃんと説明する。専門家が関与。で、あとは国のお仕事として安全性がちゃんとしてるかどうかの確認する。安全性がちゃんとなってるかの確認をする。これが国だよということですね。はい、2ページ目。さらに対策の続きです。対策の続きとして、はい、承認基準の見直し。承認基準、医薬品として認めるための基準っていうのを厳しくするなりしてですね、人の生命が害されないようにですね、人の生命を害するものとについては医薬品として認めません、承認しませんっていうような国の制度が見直されたりするということですね。はい、さらにこういったことについてですね、専門家、私たち専門家、登録販売者などはですね、専門家は新しい情報の把握に努力しなきゃいけない、新しい情報の把握に努めなきゃいけないよということであります。このほかですね、これはもう試験でもよく出るフレーズなので、ライン引きますけど、医薬品というのはどういう状態でなきゃいけない、医薬品と言えるためにはね、こういう条件を満たしてなきゃいけない、高い水準で均一な品質が保証されてなきゃいけない、そりゃそうですよね。医薬品なのにね、水準が低いですと、ちょっと箱ごとにバラバラですということだとね、もう安心して飲めないですよね。死ぬかもしれないのに医薬品を間違って使うと。いいですか、高い水準で均一な品質が保証されてようやく医薬品と言えるということです。なので異物などの混入は絶対あっちゃいけない、変質は絶対しちゃいけないということですね。いうことで、ちょっと変なのやっちゃったなということであると、業者です、今度は製造した業者が回収するんです。これ危ない製品でした、ごめんなさい、製品回収させていただきますということで業者が回収するんですね。こういう情報も登録販売者等は分かっていかなきゃいけないということになります。はい、では、括弧2番ですね。医薬品のリスク評価ということでちらっと出てきました。医薬品の効果とリスクというのは、暴露時間、長く利用した、暴露量、たくさん利用した、その掛け算で表されます。掛け算で表されます。和じゃないんですね、足し算じゃないんですね、足し算ではない。いいですか、もう掛け算的にどん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 リスクが高まっていくということです。足すよりもかけた方がよっぽど激しいですよね、傾きが激しいですよね。こういった掛け算で表される容量、反応関係、これに基づいて評価がなされますということになります。はい、そして先ほどやった図なんかをちらっと参照していただければいいんですけれども、ここは丸暗記の必要は全然ないんですけれども、だん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 余分に余分に取っていくとですね、最悪死んじゃうよということが書いてある。で、こういったリスクですね、人が死ぬかどうか、人に毒性を与えちゃうかどうかっていうのはですね、かわいそうですね、人間ではない動物をちょっと実験台に使うんですね。動物実験によって求められる 50% 死んでしまうという致死量、これが薬物の毒性の指標なんだと、毒性の指標なんだということですね。はい、いうことになります。動物実験において 50% 致死量、これを私どもの薬物の毒性の指標として用いていくということですね。あと注目すべきなのはマイナスの効果として、少量だったとしてもです、少なかったとしてもです。いいですか、長期に投与されれば、ほら長い時間、ほら時間たくさん
量は少なくても時間たくさん使っていくと慢性的な毒性発現、慢性的な毒性発現、しかも発がん作用、胎児に毒性、組織器官の機能不全を生じる場合があるということですね。怖いですね。少量だったら安全と考えてやってたらですね、発がん作用出ちゃったと、長い時間使い続けることによって発がん作用出ちゃったということですね。こういったことで、医薬品というのは恐ろしいんだということですね。肝に銘じる必要があるということです。はい、その他2ページ3ページの内容は、今のところですね、この2ページの後半は試験の最後にできるようになればそれで十分です。今の時点ではいいです。はい、では3ページ3番ですね、健康食品と出てきました。食品、医薬品のことではないですね。医薬品のことではないですね。はい、医薬品のことではないんですが、この食品というものも医薬品のようにリスクが発生してしまう可能性があるよっていうことを書いている文章ですね。はい、まず食品というのは、3ページ目の括弧3の1、2、3行目、全体でいうと71行目ですかね。はい、食品は法で定める医薬品と異なり、身体構造や機能に影響する効果を表示することはできない、できない、いいですか。身体構造や機能に影響するのは誰の役割でしたっけ。医薬品の役割でしたよね。食品は厳しい基準を経てようやく医薬品となれたわけです。国のさまざまなチェック、承認基準を経てようやくなれる食品は、これに対してそういった厳しいチェック、まああるんですけどね、医薬品に比べればチェックは簡単にスルッと医薬品として流通できる。これが身体構造や機能に影響する効果として売り出されてしまうとですね、医薬品をそういう厳しい基準によってリスクを回避しようとしていたその趣旨からすると、食品なら何でも売っていいですよってなっちゃったら、それ健康を守ったことにならないですよね。だからそんな医薬品の役割たるこういう効果っていうのを食品では出してはいけないんだということが原則です。原則、まずは原則を抑える、いいですか。ただ例外的に特定保険用食品、特保と呼ばれるものとか、栄養機能食品、栄養機能食品、また健康補助食品、サプリメント、健康補助食品、なんとなく医薬品っぽいパターンで売る食品っていうのも増えてきたということですね。何が言いたいかというと、こういう食品というのはそもそも医薬品とは全然違うものなんだけれども、ただ医薬品っぽい、医薬品の少し下のレベルみたいなことを狙ったような食品が増えちゃって、そういったものの誤った使用によって健康被害が発生している例というのも表ということも報告されているので、注意をしてくださいということが書かれているんですね。はい、それではですね、一旦ここでですね、もう一度休憩の方に入りましょうか。